優勝しました広島新庄高等学校に、山口県高等学校野球連盟会長栗林正和が賞状を授与します。広島新庄高等学校は3名前に行っててください。山口県高等学校野球連盟会長栗林正和が大会の公表並びに大会のご挨拶を行います。天候に恵まれて第130回中国地高等学校野球大会は全7試合を順調に終えることができました。さすがに中国地区各県を勝ち抜いた代表校だけあって技術的にも精神的にも素晴らしく見応えのある試合が続きました。このことは中国地区の高校野球のレベルの高さを物語っていると思います。そうした中で見事に初優勝を飾った皆さん、優勝おめでとう。スピード、パワー、スキルの高さに裏打ちされた総合力の高さは他を圧倒するものがありました。見事な優勝であります。一方、惜しくも優勝こそ逃したものの2大会
連続で準優勝に輝いた下関国際高校の皆さん、最後の最後までよく頑張りました。とりわけ試合後半の粘り強い戦いぶりに成長の後を感じました。両校にはこの勢いを持って夏の大会に臨んでいただきたいと思います。活躍を期待しています。そしてこの両校を含む中国地区のいずれかの学校が来る第100回全国高等学校野球選手権記念大会において深紅の優勝を手にし、未来の第一歩を築いてくれることを心から願っています。終わりになりますが、ご講演をいただいた山口県教育委員会、山口市、周南市漁師教育委員会、朝日新聞社、そして大会を支えていただいた審判委員の皆さん、球場報道関係者、理学療法士の皆さん、大会役員、補助員の高校生、そして最後までスタンドから選手たちに熱い声援を送ってくださった高校野球ファンの皆様、すべての皆様に感謝を申し上げ、閉会のご挨拶といたします。以上をもちまして第130回春中国地区高等学校野球大会の全日程を終了します。最後までご声援ご協力いただきありがとうございました。以上をもちまして第130回春季中国地区高等学校野球大会の閉会式を終了いたします。役員、審判員、選手の皆様はご退場ください。